6番人気は7番カレンちゃん。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。勝ちは十分に狙える3番人気、8番エルフォンドルパサー。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。1番人気9番スマートファルコン。これ以上ない仕上がりですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。8番人気1番桜爆心王。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。2番石明けぼの5番人気です。これ以上ない仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。3番オグリキャップ2番人気です。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。9番人気は4番エアグルーヴ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。短距離の忙しい展開がこの子に合うでしょうか。5番カレンちゃん4番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。7番人気は6番エルフォンドルパサー。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。7番カレンちゃん6番人気です。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。
ここまで勝ち上がってきた精鋭による頂上決戦、カプリコーン杯決勝。このレース最も人気を集めているのはここまで無敗2大ダート戦覇者スマートファルコン、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘オグリキャップ、注目の2大スプリント覇者7番カレンちゃん、7枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。スマートファルコンとひしあけぼの、この2人が競り合っているぞ。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番カレンちゃん、その外並んで8番エルコンドルパサー、内を回って5番カレンちゃん、5番手石明坊、それを見るようにオグリキャップ、内から桜爆心、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線。これが女性の力だ。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ追走し合っているのか。タッチに差し掛けることまでの差が確認。残り40分、最後のコーナー、先陣を切ったのはスマートファルコン。突っ込んでくる7番カレンちゃん、抜け出したのはスマートファルコン。だが後続も追いすがある。残り200分、7番カレンちゃん並びかけてきた。7番カレンちゃん完全に抜け出した。7番カレンちゃん今ゴールイン。勝ったのは7番カレンちゃん。この大舞台を見事勝利し、カプリコーン杯を制しました。2着にはスマートファルコン、3着ひしあけぼの。今日もカレンが一番かわいい。ありがとうね、お兄ちゃん。